ロタール一世は、フランク王にして、ローマ皇帝。父ルートビヒ一世の共同皇帝としての在位は817年から840年。単独での皇帝在位は840年から855年。フランク王としての在位は840年から843年。フォントノアの戦いで大幅に領土を失った中、フランク王としての在位は843年から855年。 795年に、カール大帝の息子ルートビヒと最初のツマエル・マンガルド・ドエスベイの間の長男として生まれた。すなわち、カール大帝の孫にあたる。祖父カール大帝は、この5年後にあたる800年、ローマ教皇レオ3世から、ローマ皇帝の冠を授かった。フランク族の伝統に従い、祖父カール大帝はその領土を、分割相続する手はずを整えた。 ところが、息子が相次いで没したため、ロタールの父ルートビヒが単独相続することになった。祖父カール大帝が没した814年、ロタールは父からバイエルンの支配を任された。父ルートビヒ一世は、経験王の異名を持ち、宮廷内の粛清を図るなど、経験、厳格な人物であった。その彼は、817年生木曜日に、 アーヘンの王宮の一部が崩壊し負傷したことを死の訪れという神の意志と判断し、同年7月、帝国継承令を発布し、3人の息子への帝国分割を定めた。こうした経緯で長男のロタンアールは、アーヘンにて共同皇帝として、父ルートビヒにより退官され、父と共に帝位についた。ルートビヒの地南ピピンは、アキタニア王。 三男ルートビヒはバイエルンを任された。さらに818年、それまでイタリアを支配してきたベルンハルトが前年の継承令に対する不満から反乱を起こして、軽視し、ロタールはイタリア王の地位を手に入れた。その後、父ルートビヒによるイボテーシャルルに対する領土分割への不満から、ロタールは単独の定位を狙っていくとか、 チチルートビヒに反乱を起こすことになるが、838年の時定、ピッピンの死を契機に、翌839年に、ボルムスで帝国をロタールとシャルルとの間で分割することが決められ、解決が図られた。840年6月20日、チチルートビヒ一世は、フランクフルト近郊で死去し、単独皇帝となった。カールの体幹によって復興したローマ帝国は、 宗教的権威の中心ローマと政治的権力の中心アーヘンという、いわば二つの中心を持つ帝国であった。ロタールは、そのローマとアーヘンを結ぶ、ライン側、モーゼル側、流域などの支配を強化しようとしたが、これが兄弟同士の激しい抗争をもたらす。当時、父、ルートビヒの二番目の妻の息子であったシャルルが、フランク王国西部で勢力を伸ばしていた。そのシャルルと、 バイエルンなどを支配していた三帝のルートビヒが、兄のこれ以上の権力強化を懸念して、半家を翻すことになった。ロタール側には、自帝アキタニアをピピンの子で、アキタニアを支配し、シャルルと対立していたピピンがついた。すなわち、シャルルとルートビヒ対ロタールという兄弟争いの構図が形成された。841年6月、オセール近郊のフォントノアで、 兄弟同士の熾烈な戦闘が展開され、多くの戦士たちが命を失った。この時のあまりの犠牲が、ノルマン人に対する西欧の抵抗力を弱めたとする指摘すらある。この戦いで勝利したのは、シャルルとルートビヒであった。間もなく初代西フランク王となるシャルルと、初代東フランク王になるルートビヒは、ストラスブールで互いに協力し合う制約を交わした。これが、 842年のストラスブールの先制と称される。20世紀に至るまで、独仏の果てしない争奪戦の舞台になるアルザスのストラスブール、その地で初代の王が手を結ぶのは歴史の皮肉である。こうして、ロタールは三帝、イボ帝との妥協を余儀なくされ、842年6月15日に、ブルグンとのマコンで和平が成立した。その後、 領土分割などをめぐっての数度の協議を経て843年にベルダンで最終的な承認がなされた。ベルダン条約では3人の兄弟それぞれがフランク人の王であることが確認された。これをもってフランク王国は正式に西フランク王国、東フランク王国、中フランク王国へと分裂した。855年皇帝ロタール一世は 自らの死が目前であることを悟る。そして、長男ルートビヒ2世に皇帝の称号とイタリア、次男のロタール2世にロタリンギアなど、三男のシャルルにプロバンスなどを分割相続した。こうして、中フランク王国が三分された結果、フランク王国は5つにまで分裂してしまった。ロタール1世は、この決定の数日後の9月29日、プリウム修道院にて死去した。 ロタール1世の後皇帝位を継いだ、ルートビヒ2世は皇帝としての実権を持つことができなかった。ロタールは821年、トゥール博、遊具の娘エルマンガルドと結婚した。諸子が一人いる。ありがとうございます。